南側正面石室精神大聖堂は、中華人民共和国公衆史、古史修区一徳寺にあり、カトリック、公衆教区で最も荘厳で特色のある大聖堂である。この聖堂は1863年着工、25年の時を経て1888年に落成した。聖堂の全部の壁と柱は、花崗岩を積み上げて作られているので、石室。 精神大協同、石室や精神堂、石室天守教同の別名がある。1997年に全国重点文物保護単位に指定された。元は、良好総督、陽明鎮の官邸所在地であった。第二次アヘン戦争中に占領、焼き尽くされた官邸の跡地に建てられた。石室精神大聖堂の建築面積は2754。 平方メートルで、東西35メートル、南北78.69メートルで、塔の先端から地面までの高さは58.5メートルである。聖堂は全世界で4つあるすべて石造りのゴシック様式聖堂の一つで、残り3つの中には著名なパリのノートルダム大聖堂が含まれる。聖堂建築にはノートルダム大聖堂とかなり多くの類似点があるが、それは、 聖堂の設計が1863年で、この時、フランス本土では、ノートルダム大聖堂の大規模な修理が進行中で、あったためだと思われる。修理それ自体が、フランス建築界に、ノートルダム大聖堂への深い理解する機会を提供したので、石室共同を設計した二人のフランス人、建築士はこれから啓発された可能性がある。しかし、 聖堂の建造時期はすでに19世紀の後半であり、ノートルダム大聖堂の中世とは大きく隔たるので、その設計にはかなりの改良が加えられており、相対的にはネオゴシック様式に属する。1863年6月28日のカトリックのイエズスの精神の祝日に正式に基礎式を挙行し、精神大聖堂と命名された。教会は、 フランス皇帝ナポレオン三世紀の援助とともに、フランスのカトリック教徒の間で行われた寄付を受け、その後二人のフランスの建築家に設計を、依頼、1864年に設計案を受け入れて、正式に建築を開始した。制度はすべて花崗岩を使用して建てられた。しかし公衆は、花崗岩を産出しないので、旧流の五塚区や茶カレーから採掘した石が用いられ、 これを使い尽くしてしまった。これらの石は小舟で講州まで運ばれ、採用人の手で掘られ、持ち上げられて、接着された。建造工事は非常に困難を極め、最初の二人のフランス人技術者の式では、当地の職人と言葉が通じず、加えて中国人にはゴシック様式の制度を建造した経験が全くなかったので、工事が始まって、数年は、 わずかに何メートルかの石くれを積み上げたばかりであった。後に、同郷の人を探しに工事現場にやってきた後かの建築士の蔡隆氏が総監督の担当を続行し、25年ほどの歳月を費やして、ついに1888年に完成した。単に石を採掘するだけでも8年を費やした。制堂は花崗岩を用いた建築なので、別名を石室という。 石室精神聖堂の正面には一体の高くそびえる石の先頭がある。西側の石塔には時計が設置されており、東側の石塔にはフランスから運ばれてきた五つの銅製の鐘が取り付けられている。聖堂内には尖った形で、あばら骨のように分かれたアーチ型のドーム、そしてバラ窓が正面の大門状と刺繍の壁にある。聖堂の門の窓は等しく赤、黄。 青、緑等の七彩のガラスがはめ込まれ、室外へ強い光が差し入るのを防ぎ、室内の光が入和で優しく、静かで、宗教的な雰囲気を形成するのを保っている。精神大聖堂は3回の大修理が行われている。1回目は1920年代で、石室の屋根と梁、東西の塔の階段等の木造の構造をすべて、鉄筋コンクリートに改造した。 二回目は1980年代で国務院宗教事務局が15万人民元を出して制度を修理した。だが長い間の雨風にさらされ雨漏りや長年の修理の怠慢等を原因とし制度は再度傷だらけになり部分的な構造や材料はひどく損壊している。第三回目の大修理は2004年の夏に始まり2006年の秋に完成した。 その主要な目的は、屋根の雨漏りの徹底的な解決であり、屋根と量を取り除いて、元通りに修復した。また、合わせて600平方メートル余りの広さになる、ガラス窓計98個を交換した。他には、制度の階段、通路、桁構えの補修を行い、遠いただけには、機械式の大時計を設置し、内外の花崗岩の壁は、人手で洗浄して、神味を出し、 石中、店長、祭壇、国会室、土兄弟、照明配線、照明等の室内設備を補修した。ありがとうございます。